年から新しく誕生するヘアケアシリーズは、使用感はもちろんパッケージもとっても素敵です。これからその魅力を発信していくのがとっても楽しみです。いつもの撮影とは雰囲気が違って、髪の毛でいろいろな表現ができてとても楽しかったです。レディーアクション。川北さんはとても有名な方なので、私もいつかヘアメイクをしていただきたいとずっと思ってました。ナチュラルな仕上がりでありのままの自分の魅力を引き出していただいて光栄でした。カラーリングをすることも多いので、ブラッシングとその日の髪の状態に合ったヘアケアを&Bヘアから選んでお手入れしています。ヘアスタイルはファッションに合わせて変えることができるので、今日のようなナチュラルな雰囲気もステージ上で見せる華やかなヘアスタイルもシーンに合わせて日々楽しんでいます。ブルーヘアもかなりお気に入りだったんですけども、まだ挑戦したことないホワイトだったり、以前評判の良かったピンクにもまた挑戦したいです。私の出演する&Bヘアの新 CM は見ていただけましたか？店頭や街でも見つけてくださいね。皆さんも自分に合ったヘアケアを見つけてみてください。